パンクセリオンズ、どちらも11期初出のテーマですが、登場当時はどちらもそこまで注目度が高くなかったテーマが環境にエントリー。どうもこんにちは、アークです。今回は前回告知した通りパンクセリオンズを見ていきます。このデッキは22年1月末期に開催された翌4月環境を想定した CS で結果を残してからその使用率が上がってきた新進気鋭のデッキです。構築は最近やっと固まり出してこんな感じのものが多いです。また今回からデッキレシピの紹介と一緒にデッキの強さを数値化したグラフも載せていきます。指標はこの5項目を5段階評価でやっていきます。上から先行で構えられる妨害の数、フリーチェーン1妨害を構えられるものを3としています。次に後攻における突破力、相手の1妨害から2妨害を突破できる能力の指標です。誘発耐性、相手の手札誘発に対してブラフを作れる、そもそも効きづらい、それを踏み越えて展開ができるなどといった能力の高さです。安定性、そのデッキの自己率の低さ、1枚初動のカードやそれを持ってこれるカードの枚数が多いほど高い数値になります。最後に扱いやすさ、文字通りそのデッキの扱いやすさです。公認大会に持っていた時に安定して勝てるようなデッキほどこの数値が高くなります。ちなみに前回のデスピアはこんな感じで、純化その派生構築でちょっと評価が変わる感じです。そして今回のパンクセリオンはこんな感じです。デッキの方向性としては展開力の高いミッドレンジ系のデッキで、その状況その状況で適した盤面を構築して相手の動きを妨害する、もしくは突破していくデッキです。このデッキのキーカードはやはり展開の初動となるセアミンではなくフォクシーチューンの方です。後で解説はするんですけれども、フォクシーチューンによってコントンマリュー、カオスルーラーやメリアスの小玉を出すための下準備をします。また効果で手札のカードを墓地に送らないといけないんですけれども、手札でセリオンズを2枚持っている時に片方を墓地に送ってもう片方の召喚条件を満たすことができます。そのうち1枚がキングレギュラスだった場合はそこから先の展開で打たれる手札誘発をケアすることも可能です。このデッキの展開はノーパンクセアミンから動き出すのが理想で、初手と道中で落ちるカードにより展開方法や構える妨害が変わります。まずはセアミンの効果でフォクシーチューンをサーチ、加えたフォクシーチューンの効果で自身と手札を1枚墓地に送りながらディアノートを特殊召喚、ディアノートとセアミンでコントンマリューカオスルーラーをシンクロ召喚、カオスルーラーの効果でデッキトップ5枚のうち光か闇を1枚手札に、残りのカードを墓地に送りながらディアノートの効果によって墓地のフォクシーチューンを蘇生。ここから展開が分岐します。手札にセリオンズがあって、かつここまでの動きでレギュラスやファムの効果を使える状態になっているなら、さっきの2体でタイタニックギャラクシーやフォトンロードを立てて、それにプラスレギュラスやファムを出して確実に2妨害を立てるもよし、セリオンズが落ちていなかったりさらに展開を欲張ろうっていうことなら、ジ・アンデッド・ヴァンパイアで墓地を肥やしながらチューナーを狙うもよし、ハリファイバーまで行けば雪ウサギを構えて、かつ相手ターンにバルネスを立てることもできます。またセアミンが引けてない状態でフォクシーチューンが手札にあって、かつセリオンズが手札にある場合はフォクシーチューンからセアミンを特殊召喚、セアミンの効果でオーガナンバーをサーチ、さらにそのオーガナンバーの効果でセアミンをサーチして通常召喚、そのセアミン2体でメリアスの小玉をエクシーズ召喚、メリアスの小玉の効果でデッキからリリーボレアを墓地に落とすことで手札のセリオンズの召喚条件を満たしながらリリーの効果でセリオンズリングをサーチして追加のセリオンズの準備ができます。このデッキの強みは相手の手札誘発に対して裏目を作れることだと思います。例えば相手視点でアルギロシステムに対してウララを打った場合、そのままセアミンから動き出される可能性があり、逆にウララを打たなかった場合キングレギュラスが出てきて、その後のセアミンからの展開で誘発ケアされる裏目っていうのが発生します。他の強みとして展開系っぽいデッキの割に手札誘発をしっかり詰めることや全体的なモンスターの打点が高いこと、また妨害をエクストラデッキのモンスターだけでなくメインモンスターでもできること、それの延長で次元障壁が刺さりづらいなど、展開系デッキ最強と謳われる天衛勇者ではなく、あえてこのデッキを握るメリットがあるのがとても魅力です。逆に弱みとしては裏目があるにしても全ての手札誘発が有効に刺さること、その中でも特に増殖する G がすっごい重いことです。ベーラーや無限法要はセアミンやカオスルーラー、ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果を止められますし、ウララについてはセアミンはもちろんフォクシーチューンを無効にされます。特にフォクシーチューンについてはフォクシー以外のカードを手札から墓地に送るのが効果なので、手札でセリオンズが固まっている時にここを止められると本当に何もできない状態に陥ります。また手札誘発の中でも増殖する G がすっごく重くて、セリオンズを回せていれば展開の止まりどころがあってそこまで問題はないんですけれども、パンクルートを選んだ時にこれを通してしまうとフォクシーチューンの効果で11交換1妨害まで回そうとすると合計相手に4枚ドローさせる必要があります。かといってこれ G 突っ走しても相手蓋しきれるデッキではないので、持っている手札誘発やトラップカードの内容次第では5手1キルをされることまでは覚悟する必要があります。またこのデッキはセリオンズがパンクに初動リソースの確保を任せているところがあるため、事故るときはとっことん事故ります。パンク単体だったら回るんでそんなに問題ないんですけれども、セリオンズモンスターが手札に固まった時は本
当に全く何にもできません。頼むからセリオンズフォクシーチューンをくださいと言ったのが僕の知っているパンクセリオンズです。このデッキ、今僕がメインで使ってるデッキなんですけれども、本当にいろんなデッキに対して柔軟に対応できるので、かなりいい感じの勝率を出せています、今のところ。あと使ってて思ったのは、地味な効果したデュークイオールがかなり鬱陶しそうでした。割と今の評価だと積極的に手札に持ってきたいカードの1枚ではあります。次回は最近見ることが多くなってきたラビリンスを解説していきます。使ったことないのですっごい勉強してきます。それではご視聴ありがとうございました。